カルチャー。時刻は10時20分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そしてはい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドサカルチャー。今夜はこちらの特集です。特別展本阿弥光悦の大宇宙開催記念、芸術文化の牽引者本阿弥光悦はスーパーすごい人だった特集。はい、江戸時代初期に活躍した本阿弥光悦さん、教科書で名前を見に、まあ、ちゃんと読んでるような人だったらね、覚えてるかもしれない。でもただその結構いろんなことやってる人で、ちょっと全貌がつかみづらいともあって、何やったってすごい人なんだっけ、ちょっと分かりづらいとこもある、ということで本阿弥光悦さん、日本刀鑑定の名門家系、この本阿弥家に生まれて、後世の日本文化に大きな影響を与えた芸術家で、書家であり、こうね、書く人であり、陶芸家であり、画家であり、写真ね、多彩な顔を持つ、いわばスーパーマルチクリエイター、結構今の感覚に通じるようなクリエイターでもある、また有力大名も顔が利くほどの人脈を、築き、並外れた鑑識がね、若手芸術家を次々と発掘、一般には後の芸術、総合芸術流派、これ分かるでしょみんな、リンパを起こした人としても白く知られてる、うんうん、あと非常に信仰に厚い人だったとか、そういう一面もあるということです。ということでそんな、本阿弥光悦の特別展、本阿弥光悦の大宇宙が現在我らが東博東京国立博物館で開催中ということで、我々も行ってまいりました。そしてこの方の話を改めて伺いたいと思います。今夜のゲストはアトロクお抱え学芸員、こんな失礼な名前ねすいません、今回の特別展を手掛ける東京国立博物館研究員の松島正人さんです。どうも松島です。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、お呼びいただいてありがとうございます。先に言っちゃいますけど、音声解説で中谷美紀さんのやつ我々聞いていったんですけど、はいはい、松島さんの解説も途中ちゃんと、なんか出てくれって言われて、うん、今最近そういうのが多いみたいですね、うんうん、担当学園がお話しする、うんうん、さらに詳しく聞きたい人みたいなね、はいはい、いいですよね、あれもね、うんうん、はい、ということで、お送りします。さて今回なんですけども、光悦展なやられてということで、ちょっとざっくり松島さんの方からどんな人っていう、このざっくりした概要というか、まあどういうんでしょうね、本当に難しい人なので簡単に言うと、本当に今光悦の作品だとして伝わってる作品の多くが本当国宝だとか、今2件数えられています。で重要文化財も、十数点あると思うんですが、そういった、今現代も評価の高い工芸作家というんですかね、ちょっとなんて言っていいか分かりませんが、でもデザイナーであり、はいはい、僕編集者デザイナー、はい、タイポグラフィーアーティストとか、はい、なんか そういう面もすごい見えてくるっていうか、はい、ディレクターでもありプロデューサーでもあるので、はい、そういった観点で言うと本当に作品もいろんな材質にわたってますんで、捉えどころがないんですね。もう本当にただ作品を見てると、その前の時代後ろの時代見ても革新的で奇抜でこう唯一無二というか、そういった風にも見れると思うんですね、はい、で今も本当に美術史の中で工芸史の中でも本当に研究がどんどん進んでいっている、ある意味つかみどころがないので混迷している部分もあるんですが、研究が、うんうん、ただ今回はまた一つの、今回は私の希望としては、その光悦本阿弥家の信仰に力を入れて紹介していきたいっていうところがあって、そういった面にもこう目を向けてもらいたいなとは思ってます、これでも今回のこういう形で我々見せてもらわなかったら、個別で見ても全然ある意味ピンとこない可能性があったっていうか、これ光悦作で、はい、あ茶碗だ、あれこの間見たのなんだっけみたいになっちゃって、だから全体像として見せる、しかもその本阿弥家っていうこの家のね、成り立ちから結構きっちり見せるっていう、これすごく分かりやすかったですし、そうですね、逆にね、学校でも書道で見た光悦と美術の歴史で見た光悦と日本史で見た光悦っていろいろバラバラになってたところが、なんか一つ一個になった、ちゃんとつながったなとも思いましたし、見終わった後、以前真島さんが手掛けていらっしゃった横尾忠則展をふと思い出したんですね、はい、なんか横尾さんのなんかこうデザイナーであり、画家でありといったこうなんか多彩さがすごくピカーンとこうちょっとリンクしていたんですけども、たまたまつい最近横尾先生とお話しして、横尾先生も光悦みたいなもんですねってお話ししたら、ご本人は私焼き物あんまり好かないと、要は焼き物を してた
らしいんですが、したんですけど作為が出ちゃって、やっぱり無意識にこう表現したいんだっていうふうにはお話しされてたんで、また違った意味で、あ、横尾忠でもやってみたんですね、ちゃんとね、やってたんだ、やられてたみたいです、うん、あとあのやっぱりあの横尾さんのね、このこの間のシリーズ、うん、あのだから寒山、寒山百徳、はい、あのですけども、はい、あのちょっと筆の震えみたいなものさえ、はい、もはやその自分の変化として取り入れるっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、これまさに光悦の書画、書画まさにそういうことですね、そのイズムでしたもんね、はい、でやっぱり86歳まであの生きた光悦なので、うん、あの身体はどんどん変化されていってると思いますんで、うん、それに応じて書も変わっていってる、うんうん、それもあの今回の展覧会ではあの並べて、うん、あの気づいてもらえると思います、はい、それすごいね、なんかね、やっぱ筆って手の直って肉体性を感じるから、うん、はい、その一生懸命震えを抑えて書いてる時期を超えて、もう震え丸出しの時期があって、はいはい、そっからなんかものすごい抜けがいい、うん、なんかもうこれでいいやみたいな、あの書って本来はお習字でも筆を立てて書きましょう、うん、すごく指導されると思います、うん、でそれは筆の先一番濃いところでしっかり書く、うん、あのしっかり握って書く、うん、であの今の大河ドラマでもあの俳優さんたちが、はい、あの自分の手で書かれてるはずなんですが、うんうんうん、そういう書き方されてると思うんです、うんうん、でも手が震えて支えきれなくて側筆という筆 の, あの側面も使ってるんですね、うんうん、本来はあまりしないことです、うんうん、でももうそれもいいじゃないかっていう形で使われてる書が本当にこう何か響いてくるようにも感じますね、うんうん、はい、ということでですね、特集をお送りしたいと思います、はい、前半後半でお送りしたいと思います、はい、はい、前半は本阿弥光悦スーパーすごい人と言われるその理由について、そして後半は今回の展覧会で見るきゃない注目作品について解説いただきます。はい、では早速前半です。スーパーマルチクリエイターにして敏腕プロデューサーかつ美のゲームチェンジャー、異風物語、本阿弥光悦って一体どんな人なんですかということで、まあ、ちょっとざっくりさっきから捉えどころないっていうおっしゃってましたけども、はい、改めて、まあ、あのもともと生まれたお家があれですもんね、刀の、ね、はいはい、あの刀剣三次っていうんですが、うんうん、研ぎとあの研ぐ研ぎと拭い、うん、あの拭くわけですね、表面する、はい、と目利き鑑定です。この、まあ、刀剣を製作するあの打つあの仕事ではなくて、この三次刀剣に関わる三次に関わる家職っていうんですが、家業の一族です。あ、じゃあ作られたやつをこう位置づけて綺麗に保つ、はい、そうです。へー、はい、で鑑定も結局も刀剣を持っている職業は武家ですよね、うん、でその、まあ、バックボーンになる背景になるさまざまな格式とか、うん、でその武家の家柄も含めていろんな意味が刀剣に込められていきますんで、うん、その鑑定っていうのはすごくその武家社会って日本は800年続きましたけど、うん、その中でも大きな他の工芸職人 の, あの一族よりもある意味すごく重い、うん、あの家業の一族だと、うん、そうなんだ、はい、で室町時代から続いてるお家なんですね、うんうん、ただそこに室町幕府あるいは江戸時代に入って江戸幕府の将軍の、まあ、御用、その目利きの御用をする、まあ、公的な仕事をする、うん、そういう家柄です、うん、はい、で光悦は文家なんですね。あ、なるほどなるほど、本家ではないです、うんうん、だからその文家なんだけど、はい、っていう思いも込められたなんてもね、はいはい、展示にやりましたよね、はいはい、うん、もちろん、ね、この後お話するかもしれませんけど、その一族全体が一体なんですね、うんうん、鑑定書も結局 みんなで合議して決めますので、うんうん、一人のその目あの鑑定書を出す人は本家の人なんですけど、うんうん、その、目利きの判定は合議して決めますので、うんうんうん、一族全体でその家業を貫くと、うんうん、そういう家系です、はい、あとなんか家康から領地をもらって、はい、もう村丸ごとなんかその作るみたいな、はいはい、まあ、今そこはその実際にどういった形態であのどれほどの人たちが集まったかどんな活動化してるたかは明確には分からないですけど、ただ、うん、あの展示もあったように小津と言われるそのあの京都 の, あの北西にある高ヶ峰っていうちょっと小高い山、うん、その後にあの丹後の方に向かう街道がありますけど、そこにあの土地を配慮したっていうふうにあの家で、うん、あの本並家の
行状記っていう、うん、そういうものに書かれてます、うんうん、で実際に、徳川幕府側からの朱印状とかそういうのがないので、はい、実際に配慮したかどうかまでが分かんない。そこも解説面白かったですよ。だからその配慮した証拠はないから、うん、この図はひょっとしたらこうしたいってやつかもとか、はい、妄想やもしれないね。ただ実際にそのある土地を継承している。で実際に、まあ、これも後からまた一族の話しますけど、緒方光琳の家と親戚なんですよ、うんうん、で、数代後の剣山、光琳の弟の剣山がその高峰の、土地一部を持って相続している記録はあるんです、うんうん、だから必ず、緒方家の方はその土地に土地は持ってたっていうのは確かめられるんじゃないかなと思います、うんうん、はい。で、まあ、その、おうちとも含めてあとすごく信仰に厚いっていうか、はい、ですよね、はい、本並家自体が帰依したのが今ちょっと、信仰のお話でいうと日蓮法華宗、まあうん、その時代では法華宗って呼んでたんですが日蓮聖人という鎌倉時代に登場したまあそれ以前の仏教から言うと、うん、新しい仏教がさまざま起こりますけど、うん、その中の一つの日蓮法華宗に厚く帰依した、まあ、法華経を、うん中心に置く、宗派です、うん、で、日蓮法華宗自体が比較してなんですけど、うん、原生利益を説く、まあ、中心に、うん、まあ肯定する教えなんですね、うんうん、で、まあ、今の現実世界生活暮らしがこそが浄土であって現世での、まあ、生き様というか、暮らしぶり活動頑張り自体が肯定される、まあ、そういうふうな見え方をする宗派なんですね、うんはい、でそこには職人とか商人という人たちが数多く信仰してます、うん、だから本並家も、まあ、ある意味商工業者なので、うんうんうん、日蓮法華宗を信仰した、はい、名家ではあるけどある意味職人的な、はい、手を動かす人たちっていうか、はいはいはい、だからもうちょっとざっと言いますと簡単に言いますと浄土宗は武家だったり、うん禅宗も武家だったり、うん、あと天台宗だったら貴族、うん、で農村地域だと浄土真宗だったり、うん、割と区分が割と明確で京都市中の中心部にいるのは日蓮法華宗の商工業者が多いんです。でそういう禅宗にしても、他の宗派は郊外にあるんですね、落外にあるんですね、うん、でもその当時の日蓮法華宗の本山、まあ、一番多くて21か寺あったんですが、うん、それは全部市中神業の方に集中してます。その周辺にそれぞれの日蓮法華宗を信仰したこういう職人たちが集まっている、うんうん、でまたその信仰の厚さっていうのがその光悦の後ほど見てきますけども、はい、いろんな残したものにちょっとある種の緊張感というか、うん、あれももたらしてるって感じですかね、はいはいはい、ということで、やっているわけでございます。ということで、まあ、光悦のね、はい、立場というのがこう分かっていただけただろうか、まあ、これ実際にだからいろんなことやってるん で、うん、ちょっとそれぞれ展示を見ながらどんなことやった人なのかというのをここから伺っていきたいと思います、はい、ということで、後半は置いてある作品群ですね、はい、行ってみましょうかね。はい、行きます。独特のフォルムは一度見たら忘れられない国宝船橋蒔絵硯箱。はい、これ今回のメインアートにもなってますし、まずいきなりドアトマに来たんで、あ、最初に結構でかいの来たなと思って、あっちゃった、キャッチーなの来たなってドーンって来ましたけど、割と私企画する展覧会では先一番最初につかみ、うん、やっぱりこれが光悦のその見どころですよっていうのを先にこう伝えたいっていうのが多くあります、うんうん、この船橋蒔絵硯箱、非常にこのもっこりしたね、はい、この可愛らしいというか、なんというか、はい、フォルムも含めて印象的ですけども、はい、これまずちょっと先に聞いておきたいのは、はい、見てて光悦作ってものと、はいはい、その光悦直接作ってないけども、はい、プロデュースに2つあるってことですよね、はいはい、本当に今回展示しているものの中で書とその焼き物茶碗は実際の自分の手で作り上げたものっていう、うん、メイドバイ光悦っていう言い方もできると思います、うん、ただ漆器漆工品は蒔絵というその、工芸技術で作り上げたり、うん、木工、うん、これは職人さんが作るわけですもんね、はいはいはい、でその職人さんが要は
光悦とその同じく信仰する日蓮法華宗の信者であり、うん、あるいは親戚であったり、うんうん、でだからその一体化したその高いクオリティで物が作れると、うんまあ、同じようなところに住んで皆さん、はい、これだから要するに、光悦はこういうデザインでこういうふうに作ってっつってというプロデュースこういう細工してって、はい、こういうふうに作ったのがまずはこれってことですね、はい、だから漆器とか、うんまあ、そういうその、まあ、造形分野があると、うん、だからやっぱり実際に自分の手で作るものとプロデュースするものがある、うん、これこの硯箱中には硯入ってますけど、はい、当然この感じこのすごく盛り上がってたり、はいはい、金色があってあと僕それ中谷さんのねあの解説で印象的だったのは、はいあの硯って字を書く道具だけど、はい、そこにこういう文字そのものを道具にフィーチャーするって実はあんまりないデザインだとか、うんうんうん、印象的だったんですけど、はい、やっぱ結構変わったこれはデザインなんですね、はい、あの文字をこう、衣装デザインの中に含ませるっていうのは伝統的にはあります、うん、ただ今回この、船橋蒔絵には、要はそこに和歌が書かれてるんですね、うん、あの平安時代の五線和歌集の中にある東人の佐野の船足かけてのみ思い渡る知る人ぞなきっていう和歌の歌詞が全部載ってるんです、うん、で一つだけ船橋っていう文字がないんですよ、うんうん、でその船橋そのものをこの工芸衣装デザインに表してそれを、うん、あの読ませるとこの黒いこの線みたいになってるところは要するに橋がかかってるっていう、はい、だからこんなにこう形がバーンと、はいはい、あの今おっしゃられたように本来であれば硯箱なので真っ平らでいいです、うんうんうん、全く膨らみに機能的な意味はないんです、うんうん、ただその和歌を書かれて船橋を示したがたいために船を並べた上に、板で橋をあの乗っけてその上を人が通る、うんうんまあ、そういう緊張感もありあの東寺という遠いところに来て、思い人に思いを馳せる和歌が書かれているわけですよ、ねうんうん、でも真っ平らの橋ってわからないので、うん、橋って、うん、は太鼓橋多くありますけど、うんうんうん、その遠いところと近いところ、そういうものをこうあの視覚的に表すために私は膨らませるっていう意味に橋がかかっているのかなと思います、うんうんうんまあ、このやっぱりエネルギーが充満している戦国時代 の, その桃山時代 の, あの時代性もあってエネルギーが膨らんでるっていう説もあったり、あと、京都 の, あの祇園祭りにある出汁あ の,、うん、の装飾にそういうものがあるから、うん、それを踏襲してるんじゃないかっていうご意見もあったりします、ね、いろいろもうやっかる両覧ですね、うんまあ、だからね光悦だから時代的には結構昔の人だからそういういろんな小説出るけども、うんはい、でもだからその戦乱の世もちょっと落ち着いてきて文化的なものを継承する余裕も出てきて、はい、という時代の感の人でもあるってことですもんね、はい、であのおっしゃったようにこう文字を乗っけちゃってるっていうのも奇抜なんですが、うん、鉛っていう材料を使うのが本当にあの奇抜すぎるんです、うん、奇抜すぎる、はあはい、ありえないだから先ほど出てきましたように螺鈿細工が伝統的な仕方ですよね、うん、あのキラキラの貝の内側、はいはい、があのそれを装飾に使うのが普通一般的です、うんうん、でも鉛ってあのこういうちょっと黒々した、はい、ちょっとあの薬剤でわざと黒くしてるみたいですが、うん、重たいですよね、はい、割と重いです、うん、で扱いはあの可塑性はあるんですけど持たないので、うん、執行品にはなかなか使い勝手は悪い、うん、じゃあなんで鉛使ってるの、うんうん、っていうこと鉛、うん、で皆さんあの思いつかれると思うんですけど鉛ってその時代に何に使ってたかとその時代さっき言ったちょっと物騒な時代ということでしょうそうですつまりそうですあの鉄砲でしょうか鉄砲の弾です、うん、が鉛なんですよ、うん、それをこういう造形作品に使うっていう意味が光悦にはその戦の、はい、材料を戦の時代に使われてたものを文化に使う、うん、もうその時代に入ってきてるわけですねなるほどねあの近中武家諸法度で、うんはい、天皇も含めてそういったかつての権力権威を持っていた人たちが皆文化に向かう、うんまあ、そういう宗教政策を東海幕府がしてるっていうことでもあるし、うんうんはい、それに応じている造形活動ですね、うんうん、と考えます、はい、あとやっぱその古い和歌とかのあの収集壁古い平安時代のいろんなその和歌の断片をみんな集めてたり、はいはい、ちょっとルネッサンスじゃないけどこう復古主義っていうか、うんうん、あのかつてあったあの雅な文化を、はいもう一回掘り起こして自分たちが受け継いでオマージュみたいな、はい、それもすごい感じたんですよ、はい、それをするのが本来であれば貴族であったり武家だったんですよ、うんうん、で
この光悦自体は商工業者なので、あるいは一般、まあ、ちょっと言葉が合ってないかもしれませんけど、うんうん、市民なんですよ、うんうん、だからこの人が、さまざまな分野で古典復興することで、うんうん、今我々が享受している伝統文化は一般化しているのはこの人のおかげなんですよ。ちょっと後ほどもそれを伺うかもしれない。ちょっと啓蒙っていうか、はい、その出版人じゃないけど、あの、はい、ベストセラー出してるわけですもんね、ある意味ね、まあ、そこの出版文化も今研究上さまざまなその疑問も どこまでやってるか問題、はいかはい、でもやはり光悦がさまざまな活動を通じてその要は一般化、うん、広げたことが、うん、今400年後の私たちにも、うん、茶事にしてもあの、そういう洋曲にしても、うん、こう触ってる、うん、我々が享受できるそういう状態になってるはずです。貴族じゃないって考えるんです、はい、カルチャーキュレーションしてんのよ。そういうことか、うん、さあということで、まずはキャッチーな国宝ですから皆さんね、はい、船橋蒔絵硯箱まずは見てください。もうあの目に楽しいっていうかね、はい、あの360度見れますからね、はい、さあ続いていってみましょう。私が読みますね、はい、たまらぬものなり極意、きっとあなたもそううなりたくなる楽茶碗。はい、茶碗焼き物も、はい、あれは後年になるんですか。結構後年茶碗、そうですね、うんうん、一般的には、うん、あの高神ねで、うん、その余生を暮らすための場所で、うん、まあ、信仰を同じくする人たちと共に、はい、まあ、あの手ずさりで、うん、余語、はい、余儀であの茶碗を作ったっていうふうにも考える。茶碗何種類かありますけど、はい、基本的にはすごいなんていうか素朴な、はい、あの楽茶碗っていう、うん、その利休が利休好みでその長次郎っていう人に作らせた、うん、その流れのお茶碗の、うん、一つですね、うん、でろくろで作らないで手びねりで、うん、あの組み上げていってけへらで削る、うん、でそれが黒いのと赤い、まあ、大きく2つ分かれてる、うん、あと、まあ、白いのも1つ2つありますが、うん、あのまあ、そこも実はちょっと本当に申し訳ないんですが、お茶碗はあの触ると全く感覚が本当に、うん、あ、我々は触れないけど、はい、それはあなたね立場上立場上触って松島さんは触ってるけど、もっと言うとそれで、うん、あの飲むと お茶を、はい、私はその経験もちろん高悦のお茶碗は、うん、あのそれで飲んだことはないですけど、うんうん、そうすると余計そのこの茶碗 の意味がで、近代の今おっしゃられたようなあの箱書きにあるような言葉は触って飲まれてその感覚を出されたんだろうなとは思います。だからたまらぬものなりっていう言葉が出てきたんですね。あの外側の仕上げと中の仕上げが違ったりして、はい、一見地味でものすごいこう、うん、素朴なものに見えるんだけど、はい、実はそこに世界が表現されて、はい、でそこに例えばひょっとしたらお茶なんか入れて、うん、こうやってやったらその見え方とかまた違う。実際にやっぱり口をつける部分が本当に薄く作られていて、ちょっとそこは繊細になってすさまじく薄いんですよ。そうかそうかそうか、それもあって私はあの、土の刀剣って勝手に呼んでるんですけど、うんうんうん、あでもそのね鋭いところは鋭い、はい、あとそのちょっとこう波紋のような波形の感じもあるし、はい、だから一見作為など全く考えられてないようで、このひび割れ貫入が自然にって思わず、いやもしかして計算っていうところもあったりすると。それはだから横尾さんをして、はい、やっぱり焼き物はどうしても作為になっちゃうけど、うん、要するにこの域に達するのがなかなかねってことなんですね。なので本当にあの評価が高いんじゃないんですかね。そういうことか。たまらぬものなりっていうあのね、あれがねなんか印象的だったんですけどね。そうか。さあじゃあ続いていってみます。これはもう今回のもう あのある意味最大のね、はい、あの見せ場というか、あのお客さんも一番これ熱心に見ておりました、はい、行ってみましょう。松島さんからぜひご紹介。あ、はい、見れば旋律が聞こえてくる鶴下へ36花線和歌館。これ本当そう。これまあ長い長い巻物状になってて、まあ、ざっくり言いますと、まあ、鶴が飛び立ってこう集団で飛び立ったり、ところどころ降り立ったりとかっていう、はい、海を渡ってっていう、その鶴の動きが巻物でなっていくのに応じて、その36花線の和歌が、まあ、チラシ書きという手法で、まあ、なんていうかな、絵に合わせて、あとは濃淡つけて、ちょっと後ほど伺いますけども、はい、非常にリズミカル、はい、もっと言えばメロディアスに乗っかっていると、でみんなそれをだからちょっと要はさ、あの混んでるから部分部分でも見れますよって言ってんだけど、はい、通しであの時間芸術的に見たくなる感じがすごいあって、ゆえにあそこ混んでたのかなって気がするんですけども、ね、改めて松島さんこの作品、はい、あの
本当に今話してきたようにこの下絵俵屋宗達っていう、まあ、そちらは絵の方で、うん、知られてる人も多いと思うんですが、うんうんはい、その人がこの金銀泥っていう、まあ、金と銀の粉末を、顔料にして描いた、うん、そのつるむ、飛び立つ姿たたずむ姿それを群像表現にしてるんですね、これ一連の形で全巻開いてご覧いただいたので、うん、右からゆっくり見ていくと、はい、まさに動いてるような、はいうん、本当にシネマのフィルムのようだと思いました。にも、ね、ご覧いただけるんじゃないかと思います、はい、動きの感覚、はい、その上に光悦がもう本当にどういうんでしょう自由闊達なのかすごいリズミカルに、うんまあ、文字が書かれてるんですね、うん、で36花線っていう今の大河にもちらっと出てきました藤原の金刀の選んだその36花線の和歌が書かれている。だから実際歌人の名前が書かれてますよね、うん、和歌を読んだ人の、ええ、1行目、うんはなんとなく読めると思うんですけど、うん、柿ですね。柿、うんうん、柿これ本ですね元柿元柿の元、うん、丸って書いてで右に人って書いて、うんうんうん、どういうこと柿の元人丸ですね、うんうん、の和歌なんですよ、うんうん、でもこれ人は後から書いてる、うん、それ一行目にしてこんな雑なことでいいんでしょうかだからもう宗達のこの下を見てもう一気化成というか、うんうん、嬉しくて爆発が止まらない状態で筆を入れて、うんうん、かわいいじゃあマジかでもそうだよね明らかにね忘れたってあれと思って後から後でもそういう類のやつがちょっとあるんでそうだったねやっぱりそのこう気持ちが下絵とのセッション的な部分、はい、そうかこれだから光悦は、はいまあ、そうやってまあ、和歌をこう書いてるじゃないですか、はいはい、僕これ見てて、まあ、リズムもそうだし、はいはい、あと強弱がすごいついてたり、はい、あと楷書とね、はい、なんだ草書を組み合わせてたりとか、はい、すごくそのメリハリとリズムと、はい、あとその置き位置字の、はい、だから下絵に応じて入れていってるはずなんですよ。だから粗密がありますよね。行が均等じゃなくて、うんうん、詰まってたり、うん、広げてたり文字数を上に置いたり下に置いたり、うん、それを意図的にやってるはずです、うん、これ光悦って人はそのいわゆる今回もいっぱい出てましたけど歌い本とか、はい、歌い本というのはその和歌をがいっぱい入ってたりとか、はいはい、それはすごくこう綺麗なその想定とあとやっぱりその、はいそれ書自体に何かリズムとか強弱、なんならメロディー、これひょっとしたらメロディーつけて言ってたんじゃないかみたいな、うん、実際和歌もね今読まれる時にこうちょっと音調が、うんうん、でお経そのものも、うんうん、読み上げる時ちょっと リズムありますよね、はいまあ、そのこの時代どういったリズムかちょっと分かんないですけど、うんうん、そういうことも意図的に表す明らかに誰がどう見てもそれ意図されてますよね。感じるし、はい、だからすごくそのなんていうかまずそういう出版人としてのその本を出す人としてのセンスと、うん、あとやっぱタイポグラフィー的なセンスですよね。その彼が書く字体とかの独自のなんかさっきこの図録も詳しく読んでたら、はい、やっぱり字の一個一個のあれもすごく実は普通じゃない、はい、とこがあったりとか、はい、本当にそれまでの時代とはちょっと一線を画すもう本当に衣装デザインなんです、うん、デザインですよね、はい、で同時に音楽的でもあるっていうか、うん、多分そのだから本人がこうある意味こう本当に踊るように順に書いてたっていう感じもするし、そこの理屈は本当に絵画もそうかもしれませんけど可視光線であれ波長ですからね、うんうん、だから文字もこの形態で波長が生まれてるはずなので目から音楽は脳にちゃんと伝達できる。それの理屈は絶対分かってると、うん、だし言葉だからこう読んでる人特に当時の人だったら音がもう鳴りますもんね、うん、絶対鳴ると思う。だからね言葉って面白いと思っちゃった。言葉がっていうものが含む、はい、絵であり図像であり音でありっていう言葉が持つ実は多層性みたいなのをすごく意識的に、はい、いやこんないやむしろ今出てるいろんな出版物でここまで言葉の特性を生かしきったものあるだろうかって思っちゃったぐらい、なんか現代ではどちらかというと意味性の方が強く私たち自身は受け取っちゃいますけど、携帯そのものがやっぱり音律だったり波長なので、濃淡でこう
遠くと近くを表してるっていうのも、はいはい、すごいだから 4DX みたいな、うん、この一枚がもう立体的に見えてくる。それは完全に理解してというか体感分かっててやられてる、うん、当時のその感じですよね、はいはい、あとその歌い本だって当時の多分その音楽ソフトじゃないですか、はい、多分そうですそうです言っちゃえばとかね、だから読んだだけで音階は出てくる、ね、うんうんうん、それをあの歌うその歌詞なので、それは読まれてる人はそのまま音楽の、うん、なってるはずですよ。僕ねこのやっぱりねその書とか出版物ゾーンがすごくやっぱり僕はエキサイティングで、あのその歌い本とか佐賀本とかね、いろいろ、うん、まあそれもあのいろいろどこまで光悦やったのか諸説あるにしても、うん、そういう流れがあった上でこのあの鶴のやつ来ると全部の要素が、うん、今まで一個一個あった要素が全部これに投入されて、うん、うわ集大成来たっていうか感じがしてすごい上がる。なんかこれがねまた重要文化財なんで、えと思いますけどね。あ、ここ国宝でいいだろうと、全然いいと思いますけど、うんうん、これちなみに、今回巻物を本当に全部最初から最後まで開いて見れるようになってますけど、はい、この展示自体がなかなかやっぱりあのそれだけこう並べられる空間があのないとなかなかあのお示しできないので、うん、まあ、あの東京国立博物館はあの、まあ、無駄にということはないですけど広い場所がありますので平成館は通過できるということですよね、はいはい、これぜひここは本当にこれ、ね、でもみんなお目が高いと思った。要するにここにみんなこうやっぱり一からこうやって順に見たいと思って見てるっていうのが分かって、うん、本当に老若男女ですけど、はい、みんなちゃんとメモ取ったりとか、ね、みんなお目が高いと思って、ね、これちょっと体感してこれライブそうライブ体感してほしい。映画鑑賞にも近いし私ナレーションの原稿のようにも見えました、うん、音が聞こえてくるようで、はい、ドキュメンタリー映画を一本見てるかのような感覚にもなりました。あとやっぱ鳥獣戯画もそうですけど巻物はね、うん、これ流れで見たいものですよ ね、 ね、うん、で多分京都には鶴いっぱいいたんでしょうね。あね、しかもいっぱいいましたし、たくさん、はい、だからこそ鷹峯は本当にいろいろ今も動物出ますんで、あ、はい、ちょっとぜひそんな当時のそれにも思いを馳せて、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、ということで、もうあっという間にちょっと時間来てしまいました。改めて、はい、ちょっと展覧会の、ね、概要をお伝えしておきましょう。はい、特別展本阿弥光悦の大宇宙は上野にあります東京国立博物館平成館にて開催中です。会期は3月の10日日曜日まで。もう明日も明後日もあったかいみたいですから、ぜひお散歩を楽しみながら展覧会を楽しみください、はい、そしてグッズも可愛いです。そうなのよ、このさっきのあの硯、巻き絵硯箱こんもりしたやつ、私これ確かにあの卵のお寿司に似てるなーなんてさっきあと一口カツに似てるとか恐縮ながらね思っちゃったりしてたら、お寿司とコラボしてるんです、まさかの。あー本当にしてるんだ。お寿司とありがとうございます。お寿司、本当にお寿司コラボ、アクリルキーホルダーかわいい。あとさっき言ったマスキングテープですね、はい、こちらもあったり、さすがグッズも間違いないという東博さんでございます。シールも可愛いんです。今日も大量に持ってきていただいてありがとうございますということで、あ、あと中谷美紀さんの音声解説、これおすすめ。あの結構音声解説付きで見た方がやっぱりちょっとこう掴みづらい人ではあるんで、はい、そのトータルな大宇宙というのが分かる、はい、でもね分かるとすっごい現代的な感覚の人だってことがめっちゃ分かる、うん、特にデザインとか、あとラップだね、なんならね。いやね、本当に思いました、うん、言葉を使った音楽興味ある人は絶対行った方がいい。めちゃくちゃエキサイティングでした、うんうん、いい酒飲めました。その後ありがとうございますはい、というわけで、本日お送りした特集は特別展本阿弥光悦の大宇宙開催記念、本阿弥光悦はスーパーすごい人だった特集でした。東京国立博物館研究員の松島正人さんに お話ございました。松島さん、いつもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして明日のこの時間は、先ほど廊下ですれ違って非常に肩が回っておりました南部ヒロミプレゼンツゲレンデ DJ 特集ボリューム4、なんだっけ、ラブエクステンションお送りします。アフター6ジャンクション2。